オリゴ糖分って何？こんばんは。今日は、オリゴノールという、アミノアップ化学昔今株式会社アミノアップ、が以前から、私も活用させていただいてるんですけれども、そのオリゴノールっていう、一つのこうつながりで、今日はアスリートを含め、指導者含め、集まっていただきました。よろしくお願いします。お願いします、はい。で、まず、私の隣は、ビーチサッカー、日本代表、ワールドカップでも活躍されました原口翔太郎選手です。はい、お願いします。はい、オリゴノールの出会いというかその辺ところはいつ頃どんな感じだったんですか？はい、さっき認識合わせしてよかったですね2017年はいはい、うん、そこでもうまず初っ端そのいただき始めてから、うん、もうまず1回目の大会がもう全国大会 で、うん、で日本一になりましたというところで、うん、そこでかなり僕の中では、うん、すごいこう体の、うん、なんか変わるというか、うん、とにかく目覚めがいいのが一番だったので、うん、そうですね、朝から大会とか試合があったので、うん、目覚めがいいとやっぱり一気に準備も始めて、うん、一気にこう体も動く、うん、そこがすごい良かったなと思います。もういきなり見ていただいている方にとってはオリゴノールって何みたいなところがあるんですけれども、ちょっと真ん中のお二人のアスリートを、ちょっと飛ばしまして、商品説明を含めて、アミノアップの、東堂さんに、はい、今日お越しいただきました。はい、ありがとうございます。なので、とにかく宣伝の下手くそな会社なのですすごくいいものなのに、僕はもう14、5年になるんですけど結局使ってますけれども全然広がっていかない、プロのトレーナーもたくさん使ってます。なのでプロの選手は知らずに飲んでます。知らされてないので、ね、中身は。なのでもっときちっとこう展開してもらって、やっとね、機能性食品は取ってもらったから、そうですね、それは一歩進んでるんですけど、その商品説明ちょっとしていただいていいですか？はいはいはい、オリゴノールってそもそも何よっていう話ですけど、皆さんポリフェノールって聞いたことありますよね？果物、ブドウとか、はいはい、いろんなものが入ってますね、うんうん、野菜、果物、はい、そういうのもいろんなものに入ってますけど、そのポリフェノールってすごく体にいいっていうことは皆さんうっすら分かってますね、はい、うっすら分かってますよね、はいはい。でそのポリフェノールって、一般的に抗酸化の作用がすごい強いって言われるんですよ、はい、だからエイジングに良かったりとか、はい、そうですね、体が錆びないことにすごく効果があるって言われてるんですけど、ただそのポリフェノール自体っていうのは、ここからちょっと細かい、すごい細かい話になりますけど、ポリフェノールの分子って結構大きいんですよ。でこの分子が大きいと人間が食べた時に腸から吸収されないわけですね、大きすぎて。でポリフェノールの中にはこう小さいものも少しこう混ざってたりするので、それがこううまいこと吸収されて、いろんな効果を発揮するんですけど、だったらでっかいのはいらなくねって話ですよ。でそのでっかいのをこうチョキチョキチョキ切ってあげて、細かくして体に吸収しやすくしたポリフェノールに、そこがうちの特許技術であるので、それにオリゴノールっていう名前をつけたっていうことなんですよね。だからポリフェノール、果物のライチのポリフェノールを使ったポリフェノール、あ、ポリフェノールを使ったポリフェノールを細かくしたオリゴノールっていうものなんですね。なので飲むと何らか皆さん体に感じるものはあるんですよ。それは人それぞれなんですけど、
まあ、原口さんはさっきね目覚めがいいとおっしゃってましたけど、はい、でそういうので割と野次さんをはじめ古くから使ってらっしゃる方とかあとアスリートがやっぱり結構多く使ってらっしゃるので、うん、まあそんなんで今いろいろやらせてもらってますけど、まあ、なかなか広がらないそうですね、飲み物とかでもね、いろいろ出ててナチュラルローソンにしばらくの間ね、うん、人気商品で並んでましたけどね、いつの間にかなくなりましたし、まあコンビニ業界も売れるっていうかこうやっぱり利益がね、うん、上がるものを優先しちゃうので、結構出てましたけどね、うん、大手町のナチュラルローソンなんか、ね、9列ありましたから、はい、ドーンとでみんなあそこで皇居で走る人たちなんかみんな手にして飲んでた時期もあったんでまあランニング業界の方々も、まあ、よく知ってる、まあ、ものではあると。宣伝についてはこれからもアミノアップさんにまあ、ぜひいろんなことでこう飛躍的にね皆さんが知ってもらえる、はい、手にしやすいようにしていただくという部分のところはうまくこう広げていただければいいなというふうに思います。ということで次いきます、ここに、まあ、3人同じジャージ着てるんですけども、エクセルアスリートクラブ、で、皆さん走ってるメンバーで真ん中に座ってらっしゃるのが石井さん、代表です、隣の藤沢さん、フルマラソンではなく、ウルトラマラソン100キロ走ってます、ね、まあとんでもない競技なんですけれども、その代表の、まあ、コーチも含めて、石井さんやられてるということで、まあ、こちらのお二人の、オリゴノールとの出会いはどんな感じですか。ですね、はい、クラブ立ち上げの時に、はい、私 の, 会員さんが、当時社長をしていた方と、うん、まあ、同級生だということで、うんうんうん、まあ、ご紹介いただきまして、はい、4月ですね、うん、すぐ、会社の方にご訪問させていただいて、うん、まあ、その場で、東堂さんからいただいたオリゴノールのサンプルを、うん、まあ、選手の藤沢が、うんうん、飲みまして、うん、まあ、僕も一緒に飲んだんですけど、さすが選手の方はですねすぐ反応しまして、うん、手がねすぐやっぱ血流改善にすごく効果があったのかポカポカしますっていうことで、うん、そうですね、すぐ変わりますもんね。僕はその時ずっと会社にね東堂さんの会社にいさせていただいたんですけど、うん、いまいち反応がなくて、うん、帰り際のハンドル握った時にやっなんかポカポカしてきてるなみたいなやっぱり人それぞれなんですね、うん、一流三流みたいな感じで反応速度が遅いっていうね、うん、ただまあすごく好印象だったのを、まあ、今でも2016年ですかね訪問させていただいて覚えてますね、うん、まあ本当にその時の年に藤沢はメインの100キロの世界選手権代表レースのサロマ湖で、うんうん、トップ取っていただいて。で優勝したっていうのもあって、まあ、これもご縁かなっていうふうに思ってそれからずっと、はい、オリジナルの商品まで作らせていただいて普及活動も兼ねまして、うんうん、タッグを組まさせていただいてるっていうのがきっかけですかね、はいはい、どうですか藤沢さんその今、はい、ちょっとお話出ましたちょうどそれが2016年、うん、今から何年前だろう7年だったんですね、うん、それからもう6年以上か、うん、そうですね、うん、手放せない存在にはなってるんですけど、うん、本当にその会社に訪問して、うん、一口飲んで15分後ぐらいにもうポカポカしてきたんですよね、うんうん、でそれからこう飲み続けていると、うん、体重がもう確実に減ってきたんですよ、はい、多分その頃から今もう5キロぐらい体重ずっと落ちてると思うんですけどで脂肪燃焼効果も多分あるので、うんうん、そうですね、あとは疲労が抜けやすい疲労、うんうん、翌日に、はい、結構負荷の高い練習をしても翌日に疲労が残らなくなった、うんうんうん、私も高齢なのでそんなこと言ったら僕は何も言えなかった、はい、そうですね、もうこれは手放せないですね、はいはい、やっぱその血流の促進というのはいろんな効果がありますよね、はい、
あの本当に、私も結局二日酔いにならなかったそれはいいです。もう全然こう全然違いますから、その辺のところは、いろんなタイプの人たちが、まあ、気軽に、まあ、使えるものじゃないかなっていうふうに、思うんですけれども。